日本北海道根室振興局根室振興局の自治体1根室市2別海町3中標津町4標津町5羅臼町6四股丹村7白村8留る、別村9流別村10社名村11しべどり村北方領土 A 波穂米群島 B 四股丹島 飼育なし離島、ディエトルフ島北海道と北方四島の衛星写真根室振興局は北海道の振興局の一つ。振興局所在地は根室市。2010年4月1日、根室市長に代わって発足した従来の根室市長と同一である。14市長を旧総合振興局、5振興局へ再編する北海道総合振興局設置条例では、 くし市長より改組される同等総合振興局の下部組織として設置される予定であったが、格下げに対する反発が生じたことから2009年3月に条例を改正。根室をはじめとする後振興局については、総合振興局と同等の地位とされる一方で、広域で所管することが望ましい業務に関しては、隣接するくし総合振興局が、 根室振興局の管内においても事務に当たることができるものとされた。なお、北海道庁では、本庁で行っている、北方領土返還運動に関する業務を、根室振興局へ全面的に移管することを提案している。北海道の最東端に位置し、根室海峡、太平洋に接する。以下は、根室振興局管内における都市雇用圏の変遷である。 一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照のこと、ありがとうございます。